picked up from Osaka, Japan, Noika Yoshihata. 萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと帯だったんで、はい、全身4打で4打目です。はい、4打目132ヤードで7番を使ってみようと思います。よいしょ。こういうことピックしてくれて、うん、戻ってきてます。いいっすね。はい、よかったです。55ヤードなので、またピッチングを軽めに乗せたかったですね、今ので。うん、結構長い距離でしたけど、ナイスだと思います。惜しい。惜しいですね。でも、あの長いパット良かったですね。ね、本当ですよね、はい、結構力込めて、はい、6で乗って2パット8、はいはい、まあちょっと OB があったんで、はい、そうですね、こういうのがしょうがないですね。まあまあまあ、どっかで割ると思うんで、はい、まあ、リセットして、ちょっともう一回気を取り直して頑張ります。はい、それではパー4の268ヤードです。はい、とりあえずまっすぐ前、まっすぐ頑張ります。うん、いけ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 。お、なんか当たった、修正された、ね、はい、ちょっとこうなんかあの右に行きそうなのを守ってくれた。すごいんだ。オッケーオッケー。はい、ちょっと当たりが微妙だった気もしますけど、うん、登ってるんですもんね。うん、うん、ピンまで170ヤードでちょっと手前に落とすのでユーティリティを使います。うん、おー、またカート道の方に来ました。 OK 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 OK、 進んでる進んでる。 OK 大丈夫大丈夫。ここ難しいですね。なんかどこ、うん、どこ狙っていいんだか無理だよね。グリーン狙えないってなったらもう、確かにもう自然的にもうデコボコだもんね。しょうがないよね。に手前のエッジに落とすように9番で。うわー、厳しい。うん、厳しい。うわー、あー、戻ってきちゃったね。あー、止まれ止まれ。オッケーオッケーオッケー。あー、惜しい。今で65ヤードなので3度使おうと思ったのに忘れた。ピッチングにします。超えちゃってるかな。あー、ほんと。そっか、ちょっとこっからちょっと見えなかったけど、綺麗だったけどな。なんかすごい、きれい、よくいい感じに当たった。もうちょっと振り回りなので3度で軽く打ちます。ちょっと右狙いです。確かに右狙いでした。右狙いではあったんですけれども、まさかの。
うん、OK です、 OK です。もうそのまま打たないで回収で大丈夫です、はい、お暖かくなってきました。暖かくなってきました。今日ポカポカです。すごい。そうですね、はい、確かに嬉しい。なんか比較的撮影の日12月とかね、1月とかなのに暖かい日が続いて、晴れ女かもしれない私。あっとっすかそんな笑いにならないわね。まあ今のところそうっすよね。そう、本当に暖かいですよ。でみーちゃん血液型は当てる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 。お違います。あれ全然違います。私なんか基本一人っ子の B 型って言われるんですけれども、きちんと兄もいて A 型なんです、実は。お結構 B とか AB とか言われがちで。そうなんだ。いや、そういう意見は見なかったけど、ね、そっちもそっち。でもあれか、あのプライベートだとまた変わってくるか。 ありえます。結構自己中です、ね、あ自己中なんだ。自己中じゃあ言われますねいやそれはちょっと 変か。なんかちょっとね、なんかあの固定概念がちょっとあって、勝手に独自のあれがあってね。なんか割と仲いい友達とかが B とか AB 型が私多くて周りに、なのでそうなんじゃない。好きなんですけどね、うん、逆じゃん大体。僕は AB なんですけど。あそうなんですか。 A とか O 多いですよ。あのあ気が合うというか、ね、よく合ってる人は、うん、そうなんですね。好きな芸能人とか いらっしゃるんですか。好きな芸能人、はい、女性ですと、もう後にも先にも、もう安室奈美恵さんが好きです。はいはいはい、はい、カリスマ性がもう大好きです。なるほど。可愛いですし、うん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 、大好き。うーん、あとは最近韓国アイドルにハマってます。あ韓国アイドルか、はい、韓国アイドルは分かんないです。僕も安室奈美恵ちゃんとかは分かる。あの、まあ、ガチ世代だから。あそっかそっか、うん、そうなんです。それから私ももうちょっともっともっと早く生まれて、そうだよね、アムロちゃん世代になりたかったか、うん、入りたかったです。デビューからもう分かってるから。そうですよね。 そこから見れてるから羨ましいです。ポンキッキーズとか出てたんですよね。ちょっとそこまで違いますね。そこまで違いますか。そこ分かんない。そうなんだって今。へえ、そうなんだ。確かそんな感じでした。うーん、カラオケとか行くんですか。行きますけど、もう本当に。じゃあアムロちゃんなの。あ、違うんだ。そこはもう崇拝してるんで、私の声で怪我したらいけないっていう。ああ、なるほどね。はい、他の方のを歌います。うん、どんなの歌うんですか。もうアニメソングとか、みんなで盛り上がれるような曲歌えます。知ってそうな、みんなが知ってそうな。ワンピースとかも、はい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 、主題歌とか。へえ。それこそワンピースを最近1話から見始めて、うん、もともと見てたけど見返してるってことでしょ。つまんでみは知ってるけど、また1話から見たってことでしょ。ある程度ちっちゃい時にちょろっと見てたことがあるんですけれども、もう途中から全く知らなくて、はいはい、それを今ちょうど半分ぐらい来ました。どこですか今。今エースがちょっと危機的状況にあって、それが半分でそこなんだ今。そうなんです、うんうん、インペルダウンでした、ね、うんうんうん、そこが、うん、捕まっちゃったとこぐらい。そうですそうです。それが一旦こう終わって、うんうん、今ルフィとエースの助けに行ってるとこ。あの慣れ初めです。あのちっちゃい時の話をしてます。あーなるほどなるほど。一通り終わって、あそこまで。そうです。僕はそこで止まってます。あのそこで一区切りついて、はい、が終わ、僕は終わってます。あのそこで離脱する方多いらしいです。いや、そう、大体どっかであってね。そうだよね。そう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 。ね、そこでまだ半分なんだ。はい、今500話ぐらい。今最新作が1040何話とかなんで、ちょっと大体500話ぐらいなんです今。へえ。1.5 倍速で見てます。もうみんなに追いつけ追いつけで。じゃあ、アドちゃんの歌も歌ってもらえるんですね。声低いんで、あんまり女性アーティストは歌えないかもしれないです。これ振りなんで、今度あのカラオケ行ってみたとか撮りますから。需要ありますそれ。いや、わかんないです。ちょっとコメントで、あの聞いてみたいって。いないいないいない。1コメントでも入ってたら、答えちゃおうかなって。いや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 、絶対からやだやだ。ぜひあの今日ね、あのやっぱみゆちゃんのどういう子で、まあ、どういうゴルフするのか、まあ、100キリ目指してるんだけど、はい、知ってもらいたいんで、あの、まあ、応援もしてもらいたくて、まあ、ぜひちょっとコメントとか、あの質問とかも欲しいんですね。あ、ぜひ、うん、全部答えます。全部ですって。はい、はい、興味あれば、はい、もしよければ、はい、お願いします。はい、お願いします。邪魔かな。さすがにそうだね。
よいしょ。はい、パー5、392ヤードです。気を取り直します。はい。ナイスショット。耐えろ。あー。なんて落としちゃいましたね。確実にあの柵を越えちゃったっすけど。越えてます？うん、確実に越えたっすけど。悔しい。なんかね、こう、そう、先までちょっと見なかったんだけど、ね、すげえいい当たりだったんですよ。ねえ。狭くなければよかったかなと思って。そうですよね。まあちょっとしょうがないっすね。あの、ペナルティーエリアに入っちゃったかもしれない。全身4打使いましょう。全然当たり良かったんで、私的にはもう。はい。全然 OK。はい。くそー。上叩いちゃった。助けて。いや無理だよ。うわこれむずむず。うまい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 。オッケー。しかも近い。近いですよ。はい。ワンパットはトライしましょうか。あのオッケーあげたいとこですけど。あれね。はい。うん、ナイスです。まあちょっとちょっと焦ったゆりちゃん、ちょっとあれですね、さっきのホールは苦戦しましたね、グリーン周りにね。さすがの私も普段まあまあまあってか言ってる私もさすがにちょっとビビった。エンドレスがそうだったはい、エンドレスで、ね、もうあの最後の乗んなかったらあのもうちょっと魔法の手使っちゃおうかなってもう OKOK って言っちゃおうかなってこう思ったけど、ああいう時ってもう気も焦るし、あやばいやばいやばいってなるのでもうさらにミスになりますよね。でもさ10とか言ってないから。そうですね。そう、なんか自己理気味だけどスコア10言ってないから。そうですね、確かに。そう、やっぱ10とか言っちゃうと100切りって難しくなるけど、まだチャンスありますよ。大丈夫ですよね。なんかテンション下がってないですか？もうあの計算できてないから今どういう状況だか分かんないですけど大丈夫ですよ。大丈夫ですよね。大丈夫ですよ。私は気だけは大丈夫です、持ってるんで。です。はい、はい、落ちてないです。はい、お願いします。お願いします